3対3の台形予選第4レースインから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。センター3コースから3号艇篠崎がスタートを決めていきました。一周の一幕、さあ仕掛ける3号艇篠崎がまくる。インから1号艇の 岩川、続いて2号艇の今泉と向こう正面はまくり決めていきました。3号艇篠崎が先頭。スタートは前提正常でした。ドリームレース第12レースインから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。ドリームレース第12レース1号艇、2号艇、3号艇が揃っていく。一周の1マーク、1号艇篠崎が逃げる。2号艇の太田が指す。外行ったのは3号艇の三隅、内側からは4号艇の中谷隼人。向こう正面は1号艇篠崎が先頭。スタートは前提正常でした。